どうも、ウェポンです。今回はですね、実はですね、今日がセラが亡くなってね、ちょうど1年ですね。5月19日の確かお昼2時過ぎ頃だったと思うんですけれど、去年のね、5月19日の2時頃に、お昼2時頃にね、亡くなったんですけど、今日でちょうど1年になります。はい、一周期ですね。いや、もう1年経つのかと思ってるわけなんですけど、めちゃめちゃ早かったですね、1年経つのは。で、結構半年ぐらい引きずってたんですけど、まあ今は全然元気に仕事もさせてもらってますし、まあちょっと動画を出せる頻度がね、少なくなっちゃってるんですけど、まあ僕は元気に、過ごしております。ありがとうございます、いつも見てくださって。今日の朝ツイッターで、あ、もう1年経つのかっていうみたいなね、ツイートをしたんですけど、まあそれでね、すごいたくさんの方からリプもいただきましたし、セラ君忘れないよっていうね、メッセージもいただいたりとか、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。で、一番驚いたのが僕これなんですよね。飼い主様が送ってくださって、視聴者さんが、セラ君いつまでも忘れないって、一周期にわざわざお花を送ってくださる方がいると思わなくって、さすがにめちゃめちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございます。持って帰ってね、セラの横に置いてあげたいと思います。本当にありがとうございます。マジで幸せ者やな、セラ。いや、めっちゃ嬉しかったんですよね、これ届いた時に。何って思って郵便屋さんがね、届けてくれたわけなんですけど、何もさ、結構そういうの買い物した覚えもなかったんで、何が届いたんやろうと思って受け取りに行ったら、お花だったんで、びっくりしましたね、本当に。で、あとですね、セラの一周期、今日がね、セラの一周期っていうこともあるんですけれども、これもね、結構重なったのすごいなと思うんですけど、セラの一周期の日と、僕のね、この YouTube のチャンネル登録者数が1万人突破いたしました。本当にありがとうございます。実はそうなんですよ。見ていただいたら、まあ、ご存知の方ももちろんいると思うんですけれども、1万人超えました。1万今、確か数人になってると思うんですけど、やっと1万人かっていう感じで僕は。まあね、まだまだ見てくださる飼い主さんにね、たくさん届いてね、もっと増えていったらいいなとは思ってるんですけど、そのセラの一周期の日と、登録者1万人突破の日がね、被るっていうのは、僕としてはちょっと、なんていうか、すごいなっていうか、なんかね、関係あんのかなって思っちゃいますよね。いや、本当に1年経ちますけれども、そのツイッターでリプくれた方とかは、まあ時々いまだにセラの動画とかね、見てくれてるっておっしゃってくれてましたし、うん、亡くなったことがすごいショックだったけど忘れないよっていうコメントもいただいたりとか、本当に愛されてるなっていうのがまた1年経ってね、実感してるところでございます。僕はね、1年経って、まあセラが亡くなって何が変わったとかっていうのは僕はないですけど、朝夜散歩行かなくなったぐらいでね、やっぱりね、最初はすごい寂しかったですけど、まあ今ではセラがいない生活にもね、僕はある程度慣れてきましたし、まあでもね、今日の朝久しぶりにそのセラが亡くなった日ってことなんで、やっぱりね、亡くなった時のことを思い出して、朝電車の中でちょっと半泣きになってたんですけど電車の中で泣きそうになって、やばいと思ってちょっと必死に我慢しましたけどね。はい、まあそんな感じでセラの一周期の日でもあり、ウェポンチャンネルが、チャンネル登録者さん1万人を突破した日ということで、動画をね、まあ短いですけれども撮らせていただこうかなと思って撮らせていただきました。今後もね、ちょこちょこ動画をね、上げさせてもらって、たくさんの飼い主さんとかね、ワンちゃん、猫ちゃんのためになれるような動画とか、まあ何でもないくだらない動画とかも上げるかもしれないですけれども、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。セラがいなくてもね、こうやって愛してくださる飼い主さん、視聴者さんが僕は大好きです、本当に。本当に感謝してます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ウェポンでした。チャンネル登録はここをクリック。